ーの、すげえ、たくさん人がいるぜ。みんなこんにちは。こんにちは。お前たち最高だぜ。ちょっと待ってくれ。俺たちウミガメの挨拶しっかり知らないやつをこっちの前で見つけたぞ。ガイドさん、前から4列目のそこの端から3番目に1人大人の男性が座ってると思う。そうだ、こんにちは。こんにちは。ん、名前なんて言うの？ヒロって言います。ヒロ、渋い名前だぜ。いいかい、俺が最高だぜって言ったらヒロは両方の日で元気にあげてうおうって言うんだ。戸惑ってる場合じゃないぜ。じゃあ男らしく元気に頼むぜ。いくぞ、ヒロ最高だぜ。うわ、やるじゃないか、みんな拍手しようぜ。ヒロ予想以上に楽しそうだったぜ。じゃあなガイドさん、今度はやっぱりな、こっちの一番前の真ん中の通路側のお嬢ちゃんとちょっと話をしてみようぜ。そう、そこさ、こんにちは。こんにちは。かわいすぎる。名前も言えるかい？アンジです。おー、ありがとう、会えて嬉しいぜ。あ、今日はどこから来たんだい？お家から来てます。そりゃそうだよな。俺の聞き方がよくないな。じゃあさ、そのお家から誰に連れてきてもらったの？お母さんです。おー、分かったぜ。じゃあお母さんどこだい？切り上げて教えてくれ。お母さん、すぐ隣じゃないか。やあお母さん、こんにちは。こんにちは。ん、お母さんの名前は？さきです。さき、なあお嬢ちゃんからあれ何これ何っていろんな質問された経験とかあるかい？あります。そうか、俺の息子のスクワートもそうなんだよ。さっき俺たち親同士バッチリ気持ちが通じ合ったな。話できて嬉しかったぜ、ありがとう。いや実はさっきもスクワートに聞かれたんだ。ねえパパ、なんで人間はあんなに僕たちと違うのって。で俺はこう答えた。わかんねえ。だから今日は人間についていろいろ教えてほしいんだ。俺に協力してくれるやつははーいって言ってくれ。せーの、はーい。お前たち最高だぜ。ヒロ油断すんなよ。じゃあスクワートからの最初の質問だ。ねえパパ、人間って何を食べるの？だってさ、食べ物食べる人ヒレ上げてくれ。食べないやつもいるのかい。どうやって大きくなった？じゃあなガイドさん、今度こっちの後ろ行ってみよう。そんでな、一番前のな真ん中の通路から3人目の女性が今笑顔で一瞬ヒレを上げてくれた。そうだ、こんにちは。こんにちは。ん、名前なんていうの？ミキです。ミキで合ってる？はい。ん、ミキの大好物ってなんだよ？お寿司です。お寿司。ミキ、お寿司って何？間違えました。それを知りたいのさ。お寿司ってのは一体何なんだよ？お寿司は あまり食べない。いやいや、そうじゃなくてお寿司ってのは俺なんだか分かんないから、それを知りたいのさ。何だよ？お魚。逃げろ。
してこうやって肩ひれ上げてくれる。そうそう、で俺の言う言葉繰り返してくれ、いくぞ。魚は友達。魚は友達。餌じゃない。よろしく頼んだぜ。よし、じゃあ今度はみんなの番だぜ。俺に質問あるやつ、ひれ上げてくれ。何でも答えるぜ。さあどうだい。遠慮しなくていいんだぜ。お、じゃあまずは中山さん、前からちょっと行こうかな。そしたらこっち側だ。前から3列目のさ、真ん中の通路からじゃあ2人目のそこのお嬢さんと話してみようかな。そうそうそう。こんにちは。こんにちは。名前は？ももかです。ももか、よし、俺に聞きたいことなんだい。泳げないんですけど、どうしたらいいですか？練習しろ。それしかねえよ。だって練習しなくたってうまくできる方法なんか一つもありゃしねえよ。もしさ、君がしっかり練習して上手に早く泳げるようになったらな、俺の生まれ故郷のオーストラリアのグレートバリアリーフの海を一緒に泳ごうぜ。すんげえ綺麗なところなんだ。もし君が泳ぎ疲れたらな、俺の甲羅の上に乗っかって休んでくれたっていいからさ。そんな日が来ること楽しみにしてるぜ。頑張れよな。お前たち最高だぜ。よーし、他に質問あるかい。さあひれ上げてくれ。どうだい。ガイドさん、今度あん中の後ろの一番前のな、そっちの通路から3人目のそこの女の子と話してみようか。そうだ、こんにちは。こんにちは。名前は何て言うんだい。花です。花、よし、質問なんだ。どうやったら彼氏ってできますか？知りません。いや、ちょっと待ってくれよ。花はさ、とっても笑顔も素敵でキュートな女の子だぜ。そういう相手がいないなんてちょっと俺信じらんないぜ。あ、でもな、花、そういうのってきっとさ、縁とかタイミングがすんげえ大事だよな。必ずさ、花の元にもでっかくていい波がやってくる時があるぜ。そしたらその波しっかり見極めて乗っかればな、必ず幸せつかめると思うぜ。頑張れよ、花の幸せ祈ってるぜ。みんなも拍手を送ろうぜ。頑張れよ、お前たち最高だぜ。そうそう、こないだスクワートがな、こんなもん拾ってきたんだ。これこれ、これがなんだか分かんなくてさ、ちょっと誰かに聞いてみ。あ、じゃあまずはこっち側の人に聞いて。こうやって使うんだな。聞かないでも分かったぜ。お前たち最高だぜ。よし、みんなの番だぜ。質問悪いやつ、ひれ上げてくれ。さあどうだい。お、じゃあな、ガイドさん、今度は、あ、そしたらな、ちょっとこっちの後ろへ行こうかな。こっちの後ろの後ろから2列目のさ、真ん中の通路側のお嬢さんが、あ、素敵な笑顔でひれ上げてる。そうだ、こんにちは。こんにちは。名前は？小島です。小島、よし、聞きたいことなんだい。その笑いのセンスはどこから出ましたか？え、どういう意味？ちょっとよくわかんないですね。どういうこと、どういうこと？その笑いのセンスはどうやって学んで？いや、違う、そう、繰り返されても困るんです。ちょっと質問の意味がわかんなくて、何、どういうことを聞かれてるの？面白いな。大丈夫かい？俺全然わかんねえんだ。ほら、俺ウミガメだから、もうちょっと俺になんだろう、優しく理解できるように質問してくんないか。どういうことだい。え、面白い。君の方が面白いよ。お前たち最高だぜ。ハイドロフォン壊れたか。ハロー、ハロー、便利じゃないか。よし、じゃあみんなでうーってやってみようぜ。
せーの、うーん、うーん、クラッシュ、やーヨーベリー、ハロー人間、ベリー得意のエコロケーション、みんなに見せてやったらどうだい。見てて、うーん、何か見えてきた、お、うわー、耳が4つある人間がいる。え、変なの、いい意味でね。変わってるわ。じゃあね、クラッシュ。耳がよ、ああ、あの人間の頭の上に乗っかってる丸い2つの棒か。ベリー、あれは耳じゃない、ホタテ貝だ。でもエコロケーションってすげえクールでな、誰かできるのか、あいつとやってみよう。ヒロー、君の出番だ。エコロケーション使って俺のヒレが何本上がってるか当ててみてくれ。さあ、まずは両ヒレを頭の横に持ってきて、で目をつむって下を向くんだ。俺がいいって言うまで絶対に目開けちゃダメだぞ。そこでうーってやってくれ。せーの、うーん、みんなも協力してくれ。せーの、よーし、 OK だ。まだ目開けちゃダメだぞ。みんなも教えちゃダメだぜ。ヒロ、目を閉じたままで、今俺のヒレ何本上がってる。1本。ヒロ、まだ目開けんなよ。ヒロ、目開けていいぜ。大正解だ、みんな拍手を送ろうぜ。さあ、家族が呼んでる。今日はみんなと会えてすげえ嬉しかった。お前たち最高だぜ。